私にはもうすぐ付き合い始めてから3ヶ月目になる彼氏がいる。彼とは大学の海大好きサークルで知り合った。私も彼もお互い愛し合っていて毎日が楽しかった。私はマイケル・ジャクソンよりもジャクソン5派だったから。そんなある日のこと。ケンジ、話って何？海がね。え？海？行こう。私はケンジと海にとっても行きたい。でも私の背中には大きなニキビがある。自分の背中に自信が持てない。どうしたの？なんでもない。楽しみ。私は自信が持てないまま海の日を迎えてしまった。ケンジ、お待たせ。待たせてごめんね、こんな炎天下だったのに。仕方なくオフショルダー着てきちゃったけど大丈夫かな。ニキビのことバレたくないな。暑いよね。あ、なんか飲みに行く？ほら、コカ・コーラとか、あ、ソフトクリームとかもいいよね。お前、背中どうしたの？え？私の背中どうかした？めっちゃでっかいニキビできてる。よくそんなんでオフショルとか着れたね。ドン引きだわ。私、やっぱり着替えてくるね。水着とか、オフショルとか似合わないよね。ごめん。そこから私は背中のニキビが治せる方法を探しまくった。チッテクラス、今すぐに頼まなきゃ。よしよし、これを背中に塗ればいいのね。よし、背中に塗ってと。ジッテプラスを買ったその日から私は背中のケアを怠る日はなかった。ジッテプラスは背中ニキビに期待ができるだけじゃなくて、美白成分も配合されているから夏の日焼け後の肌にも使えた。背中のニキビがだんだん薄くなってきた。どんどん綺麗になっていく自分の背中を見て毎日嬉しかった。今日も塗らなきゃ。ジッテプラスを使い始めてから7日目、私はケンジを再び海に誘った。ケンジから背中のニキビを言われたことはショックだったけど。お前背中どうしたの？今の私にはもう自信がある。来るの遅くなってごめんね。待った？私はジッテプラスを使い始めたおかげで背中のニキビもすっかりなくなって、美白効果も配合されていたから肌のトーンアップもした。ケンジの反応、そりゃもちろん驚いてて私に惚れ直してた。でも私その時言ってやったの。あんたみたいに最低なこと言うやつは私の彼氏になる資格はないってね。だから4ヶ月目の記念日を迎えることがなかった。でも私は幸せ。